今回の世界陸上でメダルを期待されていた男子 4×100 メートルリレーは、パリ五輪1年前と考えると、少し物足りない結果となった。陸上競技で美しく躍動する女子アスリート予選では、坂井隆一郎、大阪ガス、柳田博樹、東洋大小池祐樹、住友電工、サニブラウンハキーム、トーレ、のオーダーで走り、シーズンベストの37秒71、日本歴代4位、 で、アメリカとジャマイカに次ぐ3位で通過。決勝に向けては、3層の小池も4層のサニブラウンも記録向上を確信していた。だが実際には3層の小池が決勝前に、内側、5レーンを走った予選、から大外になるとバトンの微調整が難しくなると懸念していた9レーンを走ることになり、その予感が当たってしまった。1層の井が、 一つ内側を走るアメリカのクリスチャン・コールマンに迫られながらもつなぎ、二層の柳田も耐えた。しかし、三層の小池がブランドン・カーンズと二度接触すると、そこから立て直すために力を使ってしまい、ラスト十メートルのスピードが落ち、四層のサニブラウンが少し振り返ってバトンを受ける形に。ほとんど加速できない形の走りになってしまった、と。 37秒83で5位とメダル獲得とはならなかった。かつてメダルを取っていた頃の日本は、1層でリードして先手を取るのが武器だったが、今回はそれができなかったからこそ起きたアクシデントでもあった。だが決勝のタイムを見れば、優勝のアメリカは37秒38、2位のイタリアは37秒62で3位のジャマイカは37秒76と続く。日本は、 攻め切っていなかった予選の走りでも、銅メダルを獲得できていたのだ。それくらい、メダルが目の前にあるのは間違いない。今大会、リレー前の個人成績としては、100メートルでサニブラウンは準決勝で9秒97を出して昨年に続く決勝進出。決勝は5位ながらも、前年の満身創痍の状態、でリレーには出場できなかったのとは違い、まだ戦える状態を維持していた。 世界大会の個人戦初出場だった柳田も、準決勝には進出して10秒14を出していた。一方で、昨年の世界陸上は準決勝に進出していた堺が、なかなかハマらない、という状態で予選落ち。終盤に動きがバラバラになって四次への不安が残る走りだった。